皆さんこんにちは、タッピーです。今回もショットランプを使ったマジックやっていきたいと思います。今回はですね、 1,2,3 枚のカードを使ってマジックをしていきます。間違いなく3と2ですね。今から1枚ずつ見えなくしていきます。いきます。まずは3のカード、3のカードは立てかけておきます。次は2のカード、そして最後1のカード、ちょっと2のカードが邪魔ですね。いきます。よく見ていてください。消える瞬間が見えると思います。ほら、これで間違いなくスペードエースも立てかけて3,2,1 今から戻していきます。まずは1のカード持って中に入れるイメージ、そして面白い、するとほら映画のエースで2枚目、そうですね、こっちですね。これが2のカードですね。こすっただけで出なくておまじない、この瞬間にスペードの1と2が見えるようになるんですね。よいしょ。それでは最後3のカード、3のカードを持って今回は距離を離します。この瞬間に、この瞬間に、おまじない忘れてました。おまじない、いきます。この瞬間にスペードの3が見えるようになって、このマジックは終わりたいと思います。では